鳥。渡空なのかな、私渡り鳥だと思ってた略すの。こんばんは、寒い。4月22日の7部完売おめでとう、ありがとうございます。そうなの、完売出たんですよね。びっくり。第60受付で出たのかな。そう、びっくりしました。第60受付で完売かって。ありがとうございます、嬉しい。そう、嬉しい限りでございます。スタバの福言えないスタバの福袋おめでとう。そうなの、みんなスタバの福袋すごくない？私さ、何気なくさメールの欄開いたらさ、すっかり忘れてたの、28日だっていうの。すごくない？超嬉しいんだけど、めっちゃ嬉しい、本当に本当に嬉しい。ちょっと見せるね。細っ。ちょっと待ってね。ぬり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 名前を。あ、偵察されてるって。もうちょっと待ってね。そう、めっちゃ嬉しい。でも初めて応募したからかなーなんて思った。初めて応募してみてさ、だったからかなーなんて思ったんですけど、めっちゃ嬉しいです。見てください、横にした方がいいか。じゃん、嬉しい。嬉しい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、超嬉しい、超嬉しいんだが、本当に。やっぱお得なの、お得だと思う。何が入ってるっていうのが詳しくは多分載ってないのかな。なんかね、でも例年いつもそのタンブラーとか、なんかこうマグカップとか、あとはコーヒー豆とかドリンクチケットとかが入ってるんだよね。だからお値段の割にはめっちゃめっちゃお得なんですよ。そう、めっちゃ嬉しい、本当に。しゃあ、やったやった。カネボーから LINE が来てたカネボーから LINE が来てました。やった。そう、嬉しい。劇場版が当たる方が嬉しいありがとうございます。第7から9時受付のメールしか来てない決済まだやってないです。決済な、何日までだったっけ。あー、この日までに、やばい、この日まで忘れないようにしないと。危ない危ない。嬉しい、超嬉しいです。でもなんか久々に福袋っていうものを買いました。福袋って買わないから。前はね買ってたりしたんだけど、だいぶ前に。でもそう、どうしたら申し込むことできるの？何のやつですか？スタバですか？3時までに最終部押さえといてよかった。ね、完売しましたからね、嬉しい。ありがとうございます。決算忘れないようにね。そうね。
れないようにしないと。書いとこ。OK。もう忘れないようにしないと。はい。超嬉しい。支払い忘れてなかったよ。ありがとうございます。シー君もレイちゃんもアキコもかわいい。なんだ欲しい。かわいいでしょ。見ました？皆さんネコログ、チェックすること多いよみんな。完全にまだ買わなくていいやと身構えては買い忘れた。ああどんまい。私も第6次でね完売出るとは思わなかった。ありがたい話ですね。ありがとうございます。スタバの福袋めっちゃ嬉しい。ミスドの福袋も毎年ある。あ、そうなんだ。でもあれもあるよね、サーティワンもあるよね。こんばんは。嬉しい限りでございます。そう、本当にね、なんかエゴサで第7部完売してること知って、えー、みたいな、えー、って思って。嬉しそうな顔が見られて嬉しい。どんなもの入ってるの？まあその福袋にもよるね。夕飯作りの合間なので多分すぐ失礼します。うん、偉い。ご飯作ってて。ショールーム初めてダウンロードしましたって、ありがとうございます。パチ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 。福袋何かしら当たらねえかな。昨日はドンマイでした。ね、でも福袋の当落っていつわかるんかな。なんかいろいろあったよね。なんか最善とかさ、なんかエンジンなんちゃうとかさあったよね、特典がね。こんばんは。ね、当たるんかな。いきなり来るので待つしかありません。もう買ったの忘れてたね。買ったの忘れないで。あ、ちょっとリツイートとします。配信終わったら今見ますって、ありがとうございます。昨日何かありました？昨日はチャリティーイベントでしたよ。タイヤ交換して腰が痛い。タイヤ交換もうそんな時期だね。うちのお父さんもタイヤ買わなきゃってしたわ。今日ってさ、猫と人の日だって。すごい。
シーくん紹介しなきゃ。シーくん今日は私のお腹の上で寝てました。お昼寝一緒に寝た一緒に寝たよ。中越地方いよいよ予報に雪マークでした。毎月28日はケンタッキーの日ですよ。だってケンタッキー食べないです。今日はパスタ、パスタなんだって。パスタと肉じゃが組み合わせあれですけど、パスタ、パスタ、あとキムチ。明日は肉の日。うん、肉なんやろ。明日のご飯は決まってないです。何パスタが好きですか？明太子明太クリームパスタが好き明太子。お腹すいた、わかる。お腹すいたよね。あ、でも今日のパスタはトマトなんちゃらだと思う。実家です。ちょっと用事があってお父さんの車で帰ってきました長いはできないんですけど。時娘今炊いてます。だって時娘食べたいんだけど。フォロワーさんが増えてる、嬉しい。そう、背景が実家。そうなんです。ハートがすごいたくさん、ありがとうございます。明太チーズハサミとんかつ、なんだそら、すごいね。すごい、あのツイートいっぱいしてるんで、どうかリツイートとかお願いします。お腹すいた、キムチ食べたい。お母さんのわたちょうがトレンド入り。わたちょうね。でも私実家にいるからさ聞けてないのよだから新潟に戻ったら聞かないとなって思ってる自家製、そう、自家製キムチ。お、だるまが、ありがとうございます。こんばんは。渡ずら派ですか？私渡り鳥派です。渡り鳥、渡町、渡ずら、なんか言いにくい渡り鳥かなって思ってました自分の中では。ハートがありがとうございます。あ、ブルーロックって今日公開してんのかな。こんばんは。ブルーロック、見れるやん。やばい、ブルーロック見ないと。見ないと。でもお父さんと一緒にアーニャ見るんだ。お父さんもね、アーニャ見てんの。でもお父さんブリーチがいいって言ってるそう、26日参加できなくてすいませんでした。大丈夫だよ、それなりの理由があるんだよね。なら大丈夫だよ。ラジコ貴族で聞き始めたら配信始まってた。あら、すいません、配信しちゃいました。ブルーロック見てサッカーに興味出て
出てきた。なんか昨日ね帰ってきたらテレビがさ、サッカーでもう点数取られるところ見ちゃったんだよ。しかもうわーってそっからずっと見てたんだけど、いやーでも日本が結構攻めてたよね、サッカー攻めてて、何度もなんかチャンスあったよね、ゴールの。そうコスタリカ戦何度もチャンスあったんだけど、なかなか決まんなかったよね。なんか守りが強いチームだったらしいね、コスタリカだっけ。すごいたくさん音符ありがとうございます。そうなんですよ、ネコログ、またソープ迎えてるやん。愛情表現ですそう、いやー次はどことどこなんですか。アルパカはカメラ目線。アルパカ可愛かったよ。あとポニー、お馬さん可愛かったよ。スペインか。4時みんな起きてんの、もしかして。いつ、何日ですか、スペイン。早起きするかオールするか。そうだよね、2日。早く寝られれば2日ね。2日の日にさ、ワンちゃんショールームコーン入れようと思ったんだ、みんな寝られなくなっちゃう。でもちょっとね、いつできるかわかんない。チンジャオロースだって、美味しいやつ。夜なら終わってますので。4時は起きて見れるかな。コスタリカ戦のあと4時からのスペインとドイツ見てたから今日は眠いって。どっちが勝ったんですか、スペインとドイツ。スペインですか。スペインって強いだっけ。ドイツも強いよね。あ、引き分けなんだ。うわーうわー、一番どこが強いの、サッカーって。1対1。1対1だったんだ。しかもあ、ブラジル、ブラジルってさ、なんかスポーツ全般強くない？私の中のイメージなんですけど、ブラジル。それを決めるのがワールドカップ、分かってんですけどそりゃそうだよ、そりゃそうですけど、なってるけどさ。今年のフランスはかなり強い。あ、そうなんだ。なんかバレエもそうだしさ、ブラジルね、いろいろ強いよね。ランキング1位はブラジル。そうなんだ。そう、バレーボール強いよね。バレーボールもそうだし、スポーツ全般強いイメージがある。腹減った腹減ったよ母ちゃん。もう母ちゃんも仕事して帰ってきたから。
配信終わったらご飯？ご飯だと思う。ブラジルは日本より人口多いですから。まあね、でかいもんね。しかもみんなのご飯は何？すき焼き食べたい。だってすき焼き食べたいね。ブラジルはエースが怪我してる。あ、そうなんだ。なんだろう、サッカーは分からないってことかな。分からないんで影山さんメインで見てます。あら、お日様ですか？今からスーパー行ってきます。何食べるんですか？煮物。配信見てたらお腹いっぱい。もうじゃあ食うな。もうじゃあ食べちゃダメだからね、もう。あまりの眠さに電車乗り過ごしそうだ。やばい、ダメだよ。それはダメですよ。あ、私スタバの福袋当たったんで。シェー、渋滞抜けた。ほなパスタ屋にする。胃袋を恐れたやつですね。お鍋いいね。白菜買いたい。白菜買いたいです。高いな。今近なそう、ボイスメッセージ聞いた。おやすみなさい。ねえ、お疲れ様です。外れたんだ。私は当たりました。マウント。いやー、卵焼く直前助かった。何、どういうこと？同じの申し込めばよかった。当たった、めっちゃ嬉しい。本当に嬉しい。一番嬉しかったこと何ですかって、最近の中で一番嬉しかったこと何ですかって言われたら、福袋当たったことって言うかもしれない。料理する直前に配信が始まった。あ、なるほどね。今日のご飯何なの？キムチ鍋。白菜高かったのでもやし盛りだくさん、山盛りでした。いいじゃん。誰？誰？ずっと立ってんだけど、怖っ。閉めてきていいかな。まあいいや。こんばんは。夕飯餃子食べた。いいじゃん、餃子。もやしってさ、でもさ、お鍋に入れてると美味しいよね。もやしだけのやつでも好きです。え、怖っ。え、何？どうしたの？入ればいいじゃん。入ればいいじゃん。怖っ。こっち。あ、こっち。あ、閉めてじゃん。怖っ。お姉ちゃんだった。あ、お姉ちゃん。あ、あ、あ、連れてきた。シック、お母さんが出すの？シック、はい、みんな大好きシックだよ。届いたやつ、めっちゃちっちゃいこれぐらいのやつが来た。おまけみたいな。よかったじゃん。そうだけどね、うん。これぐらい入あるじゃん、うん、で普通目いっぱい入ってると思うじゃん、うん、誰か使ったってぐらい半分ぐらいしか使った。あるあるだね。
しーくんだよみんな。あれお父さんは、お父さん帰るって連絡あったじゃん。本当は鶴屋に寄って帰る。わあ、ちかなちゃんのためにアイス買って帰るんだわ。うん、多分ね、アイス買ってきてって言われしといて。いやもう遅いだろうよ。もう遅いかな。遅いよ。遅いか。大丈夫、パパのことで絶対に買ってきてる。そうだよね、明日、うん、だ昨日ね、なんかアイス食べたいって言ったら、はいよっつって、はいよっ明日買うよって言ったんで。ねね、うん、大変、みんなゴロゴロしてるよ、ゴロゴロ。シーくん眠そうだって。え、で聞いて、今日ね、チーのね、ここの上に乗ってね、寝たんだよ、こいつ。好きな、いつもだよ、寝てるでしょ。あ、なんかでもちょっと乾燥気味だね。汚い。でこ鍋ありがとうございます。シーくんシーバだよって、シーバあげたんね、今日ね。好きなの映ってない。かわいい、僕。あ、眠いね。あ、おやすみ。みんな聞こえる？このゴロゴロ言ってんの。やばい、もう一匹登場する。もう一匹登場する。もう一匹登場するよ、みんな。レイちゃんが来るよ。あ、シー君。じゃあ、はい。チーの膝と早く撮って、レイラが嫌がってる。やばい、フリーズした。待って、これ頑張って、頑張って、待って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 、頑張って、あ、やばい、ちまってねえ。はい、いきます。はい、チーズ。泣いた？動画撮ってたかな。ほら、みんな、ほら、レイちゃんですって、レイちゃんですって、レイちゃんです、レイ。ずっとさ、レイラはさ、お父さんのさ、あのさ、洗濯物の上、布団のところにさ、ずっといた、こうやって。そうだ、いつもそうだよ。え、ねえ、僕、僕、すっぽり収まったね、僕。冒険だね、レイちゃんね。カメラマンしっかりって。もうね、古いのよ、携帯が。見して、ちょっと待って。姉なそうって、姉なそう、姉なそう。送る？エアドロで送って。じゃあいいよ、ちょっと待って。エアドロの名前言うなよ。これって。あ、昨日ね、可愛い写真撮れたから、背を送ってあげるよ、一緒に。何、チーの？うん、あの、好きな。何、チーの？え、共有相手がいません。え？あ、来た来た来た。びっくりした。好きな、こっち見てだって。あ、綺麗。可愛い。なんでしょ。はい、今シー君はこんな状況です。チーの膝枕の面、膝枕、油。もう見て、僕。え、見て、お姉ちゃん、このアングル。何？ショールーム見て。うん。あ、ブサイク。ブサイクじゃないね、僕ね。あ、ほら、スリスリしてる。お姉さん、誰推しでしたっけ？ジロー推しです。あ、こっそじゃなくて、NGT の中で。かわいい。すっごい。お姉ちゃん手が映ってる。ん？お姉ちゃん手が映ってる。そう。かわいい。こんな状況でした。ね、待って。
ゆうちゃんもう一回これ送った、うん、いらないんだけどいらないでこれ出したいもんだってあいいらない、アイコンにすればいいじゃんこれ、うん、嫌なんだけど、ほら見て、あ、本当だ、すごい、すごいっしょ、後で送るね、シー君がここにいた、え NGT メンバーで誰推しって、誰推しなの、え、あっちかな、こっちかな、どっちからだよ、やばい自分の妹のキャッチレート覚えたけ、あっちかな、どっちかな、みんなが見るのはこっちかなだよあっちかなはあったからね、みんなね、あっちかな、こっちかなっていうの、あっちかな、こっちかなってどっちな、どっちな、ねえ、シー君、シー君のキャッチレートつける、永遠おぎゆか推し、おお、姉ちゃん好きだよね、うん、おぎゆか大好き、かわいい、でも卒業しちゃったからな、3期生の推しはできました、だって、私ですか、ちょっと名前と顔あ、猫丼が、ほら猫丼来たよ、あの水飲んでる子面白かったね、なんだっけ、水飲んでる、あれ埼玉新潟どっちかさ、なんかさ、水めっちゃいい音で飲めますみたいな、いなかったっけ、あれその地味な子って思うんだ、その地味な子って地味な特技みたいな、水飲んでる誰だったっけ、え、なんか水めっちゃいい音で飲めますとかって言って飲んだ子、ゆうはちゃんだっけ、ゆうはだって、うーん、あのポニーテールしてた、覚えてないかゆうはちゃんでもね、顔可愛いの一人人とか、みんな可愛いけど、うん、ゆうちゃん的にいいでしょ、タイプがね一人いた気がするけど、うん、誰、何しろまだ名前と顔が一致しないまあね、あんまりね SNS とかもやってないからね、うん、しょうがないよね、え、なんかすごくない、ハテナ乗ってんだけど、やばくない、電波がないんだよ、電波ってか Wi-Fi、 Wi-Fi、 あ、 Wi-Fi 弱いのか、うん、誰だっけな、どの子、え、私ね、あの化けそうな子違う、あの可愛く化けそうな子、垢抜けるってことだよね、うん、うん、ね、どの子だっけな、あれあれ、少々お待ちを、めっちゃすごい、なんか本物、なんかさ、このさ壁車だとさちょっとわからない、そう、壁車ってさ、あ、この子ブサイクにするよね、あー、ゆきちゃん、うん、化けると思う、ゆきちゃん身長めっちゃちっちゃいよ、あ、そうなの、148センチ、あれみたいじゃん、カトミナとか、あれ、うんうんうん、そうだよね、でもミナちゃん150センチだったよ、あ、そうなの、うん、そう、一番ちっちゃい、こんばんは、お姉さん、カエリちゃん好きですか、え、いいキャラしてるよねあれ、素だったらちょっとやばいと思ったけどいいキャラしてると思うよ、あれは素だよ、え、あれでしょ、お父さんのパンツ履いてきたことそうそうそう、さすがにお父ちゃんのパンツ履く勇気はないよ、お父さんのパンツ履くってなかなかだよね、うん、いや、あれはなんかすごい全力な感じで、うん、ファンが多い理由がわかるよね、しかも昨日言ったじゃん、あのマックの募金のさやつでさ、うん、なんかカエリちゃんのファンは言ってあげて、カエリちゃんのファンはなんかすごい絵に描いたようなオタクだったで、お姉ちゃんがさ柱にこうさそう、多分そう、姉ちゃんとお父さんが見に来たわけよ、で 柱にね寄りかかってたらね、どん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 カエリのファンがねすごいずら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 じゃあカエリちゃんのファンとあのみゆみゆのファンはすぐ分かったの、うんうん、あの T シャツ着てたから、うんうん、あの薄紫と赤、うんうんうん、だけどカエリちゃんのファンはやっぱそのほら地元が新潟だから多分、うんうん、めっちゃほら集まりやすいじゃん、うんうん、なんかちょ語っててさ、いやこれはねみたいな父ちゃんとてすごいな、絶対アウェイだよねどうするっつってこれはねリアルキーホルダーだから、そう、1人だってチェックの本当にチェックのシャツにインして、うん、確かカエリちゃんの T シャツをなんかその場で着てたんだよ、うん、わっすごい本物だわ、僕と思ってちょっと感動したよかったね、どうしたの、
よかったね、みんな、みんなっていうか帰りのファンの皆さん、あの絵に描いたようなファンの方々だったらしいです、うん、だって昨日かえりちゃんちょっと引っ張られてなかった、つってみたいな何してんだろうって思ったんだけど、やべえ記憶にねえやでも意外と、うん、あの映像とかで見るよりかえりちゃん顔ちっちゃくてびっくりした、かえりねめっちゃ痩せたよ、あそうなの、うんうん、もうメンバーみんなからさどうしたって言われるぐらい痩せてて、やばそうそうそう、おもろかったよ、そうなの、ね、だって今日そのなんかマクドナルドハウスから歩いてきますっつって、うんうんうん、なんかその Google マップで調べたんだよ、こういう推奨ルート出てくるじゃん、うんうんうん、であの伊勢丹の方から伊勢丹の方に歩いてくるルートがあったから、うんうんうん、じゃあこっちから来るわっつって父ちゃんとさ、うんうん、こっちどっちかそっち二人して向いてさみたいな、パチ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 って、って逆から来た、そうそうなのね、ねえしっくん、そう、そう、面白かったね、帰りね痩せたんですよ、ちゃんとね帰りとみゆみゆにあの私が思い描いてる思い描いてるというか想像、こういうファン、みゆちゃん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 、かわいいね、ちゃんちゃんって言うと、帰りってやつよね、真似して見せてあげたら、ね、爆笑された。喜んでもらえた、喜んでもらいました。そう。怒られるって言われた。でも、みゆみゆにはね、なんか、私のファンってそんな感じだかなって言われたけど、帰りは、わかる。なんか絶対的にこう守ってあげたいタイプなんじゃない、みゆみゆは。あな、子供っていうかなんか自分の娘みたいな感じなのかな、うん、とはまた違うかな、違うの、うん、私が見た感じはね、あみゆちゃんかわいいね、みゆちゃん、みゆちゃん絶対的みたいな、信者レベルでなんか信者言うなんかなんつうのさ、いい意味だよ、うん、絶対的にこう浮気しなそうじゃないおもろ、でも帰りの方が分かるでしょ、帰りー帰りーこれがさ、サイリウムだとしたらさ、帰りーって言ってそうじゃないな、途中から T シャツ回してくる、なんで T シャツなのそうね、もうそんな話ばっかしてるよ、あほら C 君がいたずらしてるよ、ファンボを C にいるだって、安藤さんのファンはどんな感じなん、どんな感じ見えるお姉ちゃん、チーファンで、どういうこと、何言ってんの、大丈夫かな、チーイコールバカだから最悪、チーのファン頭いいと思うぞ、チーより、チーよりバカだったらやばいよ、え親みんな保護者、あ、分かったチーのファン保護者やば、あげてだって、あげて、あげちゃうの、バイバーイ、バイ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 、でも私のファンってさあれだよね、ああチーのファンってなんかさ、うん、今日もいじられちゃいましたみたいな感じな、ド M が多いの分かんないチーがいじるからさ、そっか、オンラインおしゃべり、あオンラインとかオフラインとか知らないもんね、どういう風に違ってっか知らない、誰だろうしーって言ってんだよでいいじゃん別に推しがないのにだって出る出る時に、あー誰々のとこ行ってくんだねお前めんどくさい女だなそういう世間出るよね、ね、今からどこどこ行ってくるんだね、え、たまにさ、その、うん、安藤千香奈さんがいいねしましたみたいな流れてくるじゃん、うんうん、ファンの、うん、あれちょっとおもろいよ、見てて、あのあれ、あ、そうなの、チーがなんて言って、うんうん、ファンがなんて言ってとかさ、あのレポみたいなやつ、うんうん、見て、おもろいなと思って、もう長近所に付き合ってんだなと思ってみんなねえ、みんな優しいよね、ドナブ完売したんだよ、チー
4月22日の第7部すごくない？びっくりで。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ私は先にゼロ部でお願いします。本当に意味わかんない。ゼロ部とか言ってたまに、たまに電話かかってくる。もしもし。それ結構昔じゃない？じゃあオンラインおしゃべり会よろしくねーってショールーム来た瞬間であ、すいませんっつって第ゼロ番お願いしますって。どういうこと？2時間ぐらい喋ってる。2時間1時間ぐらい喋ってるって。そう準備しながらさ、でさイヤホンつけてさ集合場所に行ってんのにさまだ喋ってんの。ずっと喋ってるね。いくらになるんだろうね。本当だよね。1時間ね、何枚 CD 買わなきゃいけないんだろう。いくらなんだろうね。ゾッとしますね。ゾッとするね。やだ。姉ちゃんオンライン申し込み始まってるだって。ええ、始まってるんですけどまだ完売ゼロです。240枚だって。え、それはアルバム？シングル？やば。こんばんは。前座みたいな扱いだって。ソロ公演も楽しみに待ってますだって。ありがとうございます。姉ちゃんソロ公演やったら痩せるよね。痩せそうだよね、あれ。ゾッとするもん。あれつっちゃん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 。愛があれば大きい大きい。やればいいじゃん。あつ森ホール知ってるんだね。知ってるよ。すごいでしょ。話題に困ったらグレーの話でいいですか。だって栄太。いや違うよね。頭の中に残っちゃったんだよね姉ちゃんね。そう姉ちゃんもソロ公演だって。どうする、何公演にする？ジロちゃん大好き公演。ずっと喋ってるだけ。公演始まったのに、ダラ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 、トーク、トークイベント。そうなんですよ。あのね、チースタバのやつ当たったんだよ。すごくない？ LINE 見たよ。だったらも反応してくんないんだよ。お父さんしかね、おめでとうみたいな反応してくるんだけど、お父さんはね、LINE が鳴るとね、あなんかチャララーンとかって言うじゃん、うん、で、たまに母ちゃんだけがなるじゃん、チャララン つって、うんうんうん、つって自分の携帯になんで母ちゃんしかなくてお前とこ来るわけないやんつってって。そう誰もね、チーの LINE ね返してくれなかった。お父さんしか返してくれない。お父さん暇なんだよ。お父さん忙しいよ。本当にだって昨日新潟帰ってね、新潟からこう一緒に帰ってきたじゃん、うんうん、でよかったねって散々私言ったら、よかったね隣にチーがいてっていなかったら、あーつって終わっちゃったってナイト運転して帰ってくんだよ。そうでね、なんか終わるのがさちょっと伸びちゃって、で帰るのも遅くなっちゃったんだよね。でなんかずっとねお父さんが出ないようにずっと喋ってたんで。ずっと喋ってた。そう当たったってチー送ったの。そうよかったね。そうよかったね。しかお父さんだけだよ。お姉ちゃんとかさお母さんとかさ帰る。ひどくない？仕事あのね、私とお母さん仕事で忙しいの。お父さんは暇。お父さん暇じゃないよ。パパなそかわいそうでしょ。お嫁に行ったら号泣やんだって。泣くだろうね。俺卒業公演多分泣いちゃうって言ってた。へえ。私だって誰もさお父さんの涙を見たことなくない今まで。あないかもね。ないかもね。でもそうだよね、最近卒業メンバー多いからさ。そうだからなんかそれ見るじゃん、ね、娘とかね。そう、うん、想像した。俺絶対泣いちゃうとか、もし手紙とか、大体手紙でメンバー読んでくれんじゃん、うん、俺もう上がっちゃうもんって。やめてっつって上がるって言ったの。上がっちゃうかもしれない。お父さんダメだよ、朝礼も読めない。そうだよ、うちのお父さんこれ文章も読めないから。そこ本当にチー似たよね。いやあんたはできるって言いなさいよ。いやチー本当にできない。それは前代未聞すぎて草って。ある
嫌がるかもよ。え、おじさんがやってきたってえ、誰みたいな僕だって泣いちゃうよ。あ、さやね。そう、さやね、かわいいよね。ね、かわいいよね。お父さんじゃない暇かっつって叫べないけど多分今ここで暇じゃねえよって言ってるよ多分暇じゃねえ事務所決まった時父ちゃんの反応はどうだったの。だってどうだったんだろう。どうだったっけ。でも良かったねっていう感じだったかな。あ、母ちゃんが LINE でゆりかが生まれた時お父さん泣いたようだって、でもそれなんか有名な話やん。有名な話とか別に安藤家の中での有名な話なだけみんな有名な話だってよ。そう、有名な話なんで忘れないでみんなメモしてちゃんと。そうなんだ。そう、チー、チーは、チーは別にそうでもないんじゃないでもまあね、子供生まれてそれは嬉しいでしょ。らしい。パパナソ泣いたし、ただパパナソ2回目で泣くときはチーの卒業公演だよ。あ、箱でティッシュ持ってかなきゃいけないかもしれないあるじゃん今話せる。あ、そうだセーブでたまにチーってチーっつって鼻かんでる人いたらうちの父さんだと思っていて家族かもしれない。家族でチーっつって全員でチーってそう高いやつ高いやつあのカサカサなんないように話せレブね。だってえ、だって話せレブ今葉っぱこぐらいない。そんなんのあるよ。そう、ああ安藤家貧乏症だからさそれいいティッシュ最後の最後に使わないんだよいいティッシュはもったいなくて使えないの。いいティッシュは安藤家はあのなんか花粉症とかそういう時にしか使わないですよ。そうで他のなんか普通のね硬いティッシュ硬いティッシュ硬いティッシュはあの普段使いしてっていう感じまたまた言ってるよ。うちが貧乏見てじゃねえかっつって貧乏じゃねえってそう父ちゃん何そんなにあんのうちそろそろ柔らかいティッシュ解禁してもいいんじゃないかえ今届いたのもらい物安藤家もらい物でもらい物で成り立ってるそうそうなの。花セレブとかあとクレラップとかそうそうなんかね、チーがねいっぱいファンからもらって今の新潟の家にも置き場所がなくてさすがに一人じゃ消費できないからっていうのもあって、そういただき物を実家に持って帰ってきていただいて生活しております。何それ、何待って懐かしい。あ、チーかなって書いてある。でもお母さんの字じゃない。違くね、先生の字か。これはあ、やばー、きったね、きったね、めっちゃきったね。え、絵のセンスねえな。え、待って待って、ゆりかにシャッシャして力なって書いてある。どういうことこれ使い回し使い回しだでもこれチーなの。すごいなんか変なの出てきたよ。鯉のぼり、うん、そしてなんで今のシーズン、わかんない何の配信してんの本当に。肺活量肺活量何の話したっけ。父ちゃんの話卒業公演は泣きます。そうだ、でティッシュをもらい持って話した。であの手紙、じゃあある方からお手紙いただいておりますって読もうとした写真メンバーが読みます。「はい」っつって挙手して上がってくるんでしょ。俺が読みますって、うん、頑張りますっつってあ、面白い。多分未だに下で俺身削ってるだこの間家が、あのいつも行ってる美容室行って、うんうんうん、でそしたらたまたまチーのファンじゃないけど、うん、なんか、うん、なんかいるみたいで、そのアイドルが好きな人で、うん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 、でも、もういつも配信すごい楽
しくてつってて、たまに実家帰った時出てますよねって、恥ずかしいと思ってお姉ちゃん身削ってる削ってる恥ずかしいと思ってでお父さんの話してからね、お父さんが一番恥ずかしいから、そうだよそう、その時お姉さまはなんちゃらで寝てる、なんだこの星、何で寝てる、何、とりあえず毎日鶴屋でお買い物して帰ってますみたいなパパナソも捨てそうだって、パパナソも捨てそう、ない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 違うの、うちの父さんとお母さんはさ自称だよね、そう自称モテてたみたいな、そう私たちはモテてたって、そうそう俺は若い時よなモテたんだぞ、そう知らねえよって、知らねえよな本当かって多分本当だよって多分言ってるよ、本当だ俺はな中学の時がビッグだったんだぞって、中学何回下手したら四半世紀前ぐらいのさそれ嘘か、ね、本当に面白い、うちのお父さんはね、うん、安藤家の中じゃ超面白いんですよ、外行ったらカスだからずっと言ってるよね、そう俺はなんてお前たちがツボが浅いから受けるだけだって、外行ったらカスだからって自分で言ってる、お父さん面白いんだよ、お父さん面白いんだけどね、そうチートお姉ちゃんだけだね、そうで、チーが帰ってくるとよく喋る父ちゃん超喋るだって結構な時間まで起きてるよね、11時半とかさ、チーずっとさなんかさ10時とか寝ると思ってたの、家族みんな頑張っちゃうね、起きてる でもね一番ずっとねお父さん寝るの遅いの今、あそうなんだ、そうで大体11時半とかたまに11時とかショールームやるじゃん、うん、寝ようってチャララン つってって言うiPad 食べてちゃんと一人で椅子に座って見てるよそうだから11時から配信した時になんかお父さんから写真送られてきて、なんだろうって思ったらレイラがこのね、ここ今 iPad あるじゃん、でここにレイラがいて、でお父さんみたいな感じの写真送られてきたりとか、膝の上にレイちゃんが乗ってる写真とか送られてくる、あっちこんばんは、そうだって昨日だってどうするっつってね、最初別にそんな行くとかって感じじゃなかったよマック、うんうん、それでもチラッと見に行きますかっつって言って、うん、あじゃあ2時半だしっつって、まだゆっくりできるかなってチーズ、じゃあそろそろ行くかっつって1時間半前1時間半前はちょっと思ったかも、1時間でも本当1時間だって着いてあと1時間あるよ2時半までみたいな、すごいね、うん、でも14時ぐらいからいたんだよね、何が14時ぐらいにさマークつかなかったっち、うんかな、でそっから募金活動したかったっけ、そうそうそう、あティッシュ1枚取って、ティッシュどこ、そこお姉ちゃんの部屋じゃん、お姉ちゃんの部屋で配信してんだけどねいいな目代わり届いたのでしょ、あほら硬いティッシュだよ、硬いティッシュ硬いティッシュ硬いティッシュ、やばい硬いティッシュ硬いティッシュ硬いティッシュ、これどんぐらい使ってんだろう、もうないよ、もうない、柔らかいティッシュいっぱいあるからそうだね、柔らかいティッシュそろそろ解禁してもいいかな安藤家そう、これお姉ちゃんの部屋なんです、いつもお姉ちゃんの部屋で配信してる、そうお姉ちゃんの部屋の方がだって広いんだもんね、でもお姉ちゃんねCの部屋に荷物全部置いてんの、ひどくない、買ったもんとか こういうやつさ、こいつお姉ちゃんがさよく買ってる CNP のさなんかやつとかパックとかさ全部Cの部屋に置いてんだよ、みんなひどくない、いないからってさ、そういないから荷物置き、ほんと最悪だよね、あんな最悪じゃないそれチーが整頓してんだよ、できた妹だ、ほんとだよな、そう姉ちゃんの部屋で配信してるのじゃんちゃちゃちゃーん、チーも結局買った、何を、あのイニスフリーの美容液、あそうグリーンセラムのやつ、イニスフリーは分かるけど
お姉さんリステリンは買いましただって、チーが買うってたんで、そう買ってくれるらしい、アルコールありのやつなしでお願いします。え、どれぐらい減ってる？え、もうね、あとこんなもんだよ。え、すごいじゃん。そうだよ、でお父さんに今日使わせようと思ってカーってなるよ。そう、毎回おえつあーおもろいでもね、爽快感はえげつないよ。あ、ほんと、うん、じゃあそっちにする。え、いい、ノンアルコールでいいっすあ、肉もありがとうございます。そう、ちゃんと使ってる、使ってくれてる。あと5本分ぐらいは買えるよ、姉ちゃんの誕生日プレゼントで。あ、いいです。なんで5本分ぐらい。本当に来たのがびっくりした。でもなんか、うん、それぐらいの大きさのアマゾンの箱だ、うん、絶対そうだと帰ってきて。そう、もうだってアマゾンセールだもん。そうだよ、それ、みんなブラックフライデーだよ。ブラックフライデー、もうカゴに今入れてるもん、どんどん。夕飯に出ようと着替えて1時間経ってる、不思議、やば、57分じゃん。そろそろ終わりにするか。今日ご飯あれだよ、パスタだよ。うん、知ってる、よかったね。あ、でも卵焼き作ったよ。あ、そう、うん、ありがとうございます。でもなんか水の量多くってさ、うん、ミスっちゃって。あ、お姉ちゃんのやつ切ってないんだけど、うん、なんかね、ちょっと茶色い。別にいいけど味は分かんない、美味しいか分かんない。大丈夫、ありがとうございます。優しい妹。そのウインナーも焼いててくれりゃいいのに忘れてた。ウインナーあるの？あるある、うん、まとめ買い、まとめ買い毎回なんかいつもさ、うん、ちょこちょこスーパー行くの嫌だからさ、めっちゃ冷凍食品とか買っとくのね、うん、そしたらね、いつも大体お父さんとお母さんに、ね、入らないじゃんっていつも怒られてるあー面白い竹娘、竹ちゃった、あ、じゃあ竹ちゃったって。じゃあもう58分でした。ご飯炊けたよーって、なんかなかったっけ。あったね、ご飯炊けたよーって、ひなたさんね。あ、そう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 、かーね、そろそろ終わりするかね。みんなね、みんなのもご飯食べてね。壇上読むね。13位カブさん、13位カブさん、12位ミラタン、32位ミラタン、31位ヒデハチさん、11位ヒデハチさん、10位ナリスタさん、10位ナリスタさん、9位キクマルさん、9位キクマルさん、8位トムネコさん、8位トムネコさん、7位ハブトゥーセーブさん、7位ハブトゥーセーブさん。6位たくさん、6位たくさん、5位パンダのテオさん、5位パンダのテオさん、4位タッチンさん、4位タッチンさん、3位鈴木秀和さん、3位鈴木秀和さん、2位ペンギンさん、2位ペンギンさん、1位佐藤塚さん、1位佐藤塚さん、ありがとうございます。これすぐってやつないよ。何わね、あんた鼻ほじくってやつほじくってないよ。あと線抜いて、ハッシュタグ、ハッシュタグお姉ちゃんをパシってみた姉ナスお休みだって。お休みということで終わります。映ってないよ。あはい、ではではありがとうございました。また会いましょう。ルーム、あのインスタのストーリーの方にシー君とレイちゃん動画載ってるんで、ぜひ見てください。かわいいよ。バイバーイ。あ、ネコログとかも見てください。ぜひぜひ、いっぱい、なんかあのツイッター更新したので、あのオンラインとかオフラインの受付も始まってます。バイバイ、またねー。